んにちは、くまパンのみんなの園芸の時間だよ。今日は蜂を突き破りそうな勢いで成長してしまったハオルチア玉扇の植え替えしてみるね。ハオルチアの玉扇というのは文字通り真ん中から新しい葉っぱが出てきて扇形に成長していくんだけど、もうこの扇が大きすぎて大きすぎて隅っこがね、蜂を押し広げて蜂が壊れそうなんだよ。このままでは外側の葉が傷むだけではなく、中心から出てくる新しい葉の形も悪くなりそう。大変、すぐに植え替えなくちゃ。じゃあアシスタントコビー、準備はいいかな。クマクマシュン。アシスタントコビです。見てください、この玉扇ハクは立派に成長はしているんですが、蜂がねちょっとね小さすぎてパンパンに膨らんでしまっていますね。早く植え替えた方がいいようです。植え替えるのは春か秋の成長期に行います。プラ鉢なら鉢を少し押して土をほぐすと楽なんですが、本体が詰まっているので傷つけないように気をつけないと。出してみました。とても綺麗な状態だったので、根を切るところがないほどの素晴らしい苗でした。ですが引き抜いた時にもしかして少し根に傷が入ってしまっているかもしれないので心配なので、1日ほど置いて少しだけ乾かしてから植え替えてみようと思います。それでは今日はここまでです。の植え替え完成したよ。鉢上げしたらさ、見栄えも良くなったような気がするんだ。これでこれからも綺麗な形にぐんぐん成長しそう。この動画を気に入ってもらえたらグッド&チャンネル登録もよろしくお願いします。あとブログやツイッターもやっているので、そちらもよろしくね。ではまた次の動画でも会えると嬉しいな。またねー。くまくましゅー。